さっきのあれですよ、ナイアガラトライアングルの脱線話何でしたっけ。何でしたっけ。達郎さんと3人で最初ナイアガラトライアングル、そうそうそう、ね、やることになって、ね、それで幸せにさよならっていう曲がもともとできてて、はい、それで正月に実家に帰った時かなんかに作って、はい、お滝さんに聴かせたらすごくいい曲だねなんて言ってくれて、はい、でその当時ナイアガラが、そろそろ始まるかなっていうことだったんだけども、結局そのままなってて、で、トライアングルの発想、僕がまだ福生にいた頃だったんですよね、はい、で、トライアングルは、やろうっていう時に、あの時にお前が作ってた、幸せにさよならっていう曲、もともとはね、思い出にさよならって曲だったんですよ、はいはい、それをやろうかと思って、で、レコーディングして、で発売寸前になって、思い出にさよならっていう曲がメリサ・マンチェスターっていうアーティストが先にシングルで出るらしいと、偶然、はい、それで偶然偶然で、おたきさんがこれは絶対真似したって言われる、こっちの方が先にできてんだけど真似が、まあ、ある意味真似の得意な方々ですからね、やっぱ悔しいじゃないですか、こっちが先に作ってるのね、はい、でも向こうのメリサ・マンチェスターは有名で、思い出にさよならって曲が出るから変えようって言って、ね、それでおたきさんが考えてくれたんですよ、幸せにさよならってどうだって、歌詞の中に、君もどうか幸せにっていう幸せにがあったから、はいはい、幸せにさよならっていうのはこうなんかさよならなんだけど幸せにっていうのはこれはいいんじゃないかって、いいですね、でもね僕はその時はねもう半ば諦めたの、今更帰ろうって言われてもなみたいなずっと思い出にさよならったり、まあ、なんでついてないんだこのなんて思ってたんだけど、さすがプロデューサーだと思ってたの、その時に、はいはい、もうただでは転ばないっていうかね、すごいですね、そこでピッとあの名前、幸せにさよならってタイトルをお客さんが考えてくれたの、でもそれがやっぱりね、幸せにさよならっていうのが残った理由だと思う、そうですね、思い出にさよならって当たり前じゃないですか、割とね、君もどうか引っかかりますよね、そうお互いに幸せにさよならしようっていうこう一歩置いたこう悲しみをぐっとこらえた感じがまた余計悲しいわけで、それで幸せにさよならというタイトルで出ることになって、なるほど、それで一応じゃあこれシングルにしようということで、で山下君と僕とみんなそれぞれ歌って、パート分けして、そうそれでそうシングル版はだから3人が歌ったものなんですけど、ね、はい、でもねあれせーので歌ってないんですよ、まあそうですよ、みんなバラバラに歌ったやつをでもあれはあのアルバムではセッションとかってやってんですか、セッションって言うとみんなでせーのでいろんな演奏とか基本的にはね3人のパートっていうのは、それぞれ3人が別々でチームを作って、ちょうど、まあうね、ビートルズのホワイトアルバム的な、みんなメンバーもそれぞれで、だからメンバーもみんなそれぞれのメンバーは全然違うんですよね、はいはい、僕はちょうどあの時リリーさんのバイバイセッションバンドっていうバンドで演奏してたので、はい、僕のメンバーはバイバイセッションバンドのメンバーが中心なんですよ、なるほど、ベースが吉田健さん、まあ、そうでしたっけ、健さんだっけ、あの時 の、 あのバイバイセッションバンドは吉田健さんと、はい、それから斉藤信さんね、おお、そう、そのあたりと一緒にやってたの で、 です、ね、そのメンバーが入ってるんですね、うん、うん、レコードって面白いね、ちょっとそういうふうにしとくとね、後々になってちゃんと残ってて、その頃の自分がどういう場所にいたのかとか、はいはい、分かるので面白いですね、なるほどね、大滝さんのメンバーは、大滝さんのメンバーはね、山下大滝さんともちょっと違いますよ、ちょっと違う、大滝さんみたいな喋りになっちゃったらちょっと違う、大滝さんはそうか、ソロアルバムも出してたから、あそうだ思い出した、キャラメルママが中心じゃなかったかな、林達夫さんですかね、やっぱり林達夫君とか茂君とか、そうですよね、細野さんも入ってたかな、うん、うん、でもね、ナイアガラトライアングル不思議なことにね、大滝さんは前出てこないんですよ、なんというか、ちょっとプロデューサー的な、基本的に大滝さんの考え方っていうのは、その2人を立てるっていうか、若い自分より若いね、その人を紹介するような感じですね、だからまあ例えれば水戸駒みたいなもんです、助さん格さん、そう一番最後に助さん格さん、やってしまいなさいみたいな、懲らしめてやりなさいみたいなんで、で2人がわーっとやるでしょ、で駒さん後ろ下がってるのは割とトライアングルはそんなスタンスなんです、どんなスタンスなんですか、黄門さんですよ、水戸黄門なんだよね、なるほど、助さん学さんなんですよ僕ら、そっかそっか、そうすると分かりやすいですよねそうなんだ、いやでも歴史的なアルバムでしたもんね、そういう意味ではね、そうですね、まあでも1はね、まだそんなにまだいわゆるポップスとかロックがそんなにまだ定着してない時代だったから、まあそれほどでもなかったけど、やっぱボリューム2はすごかったですね、そうですか、もう志を得て大滝さんがもう一度佐野元春と杉正道君でもう一回作った時はやっぱもう本当にすごく売れましたし、でもね
あのなんかあり方みたいなものはさすが大滝さんでね、あのこう同じポジショニングにあったりするんですよ。なるほど、細かいところにすごいなんかそういう配慮があったりするんでね。うん、うん、